髪を伸ばす予定。ハロー、カフェで働いてるの似合う、ありがとう。なんかね、カポチーノがいまいち難しいんだよね。あの結構ちょっと友達がベルリンでカフェやってて、でそこでなんかあ、バイトしたいですって言ったら、あ、全然いいよって言われて、それでやってます。あとなんだろう、これいまいちなんか使い方が、あーん、ヒゲです。花粉って飛んでるの？花粉結構飛んでる。だから今毎回花粉症の薬飲んでます。ネイルはね、最近これまだパリに行った時の1ヶ月前のネイルで、あのちょっともうそろそろ新しくしないとなって思ってます。ちょっと景色見せよう。見たよ、あ、これセクゾのリングです。いつも、基本毎日、基本というかもう毎日つけてます。あと何だろう、あと6分ぐらい、ご飯ぐらい。ねえ、セクゾのクリーム楽しみですね。あとアルバムもお兄ちゃんお兄ちゃんがハロー行ったかってます。マックス、マックス、なんか面白いこと一言。ハッピーイースター、ハッピーイースター。みんないっぱいハッピーですよ。ハッピーイースター。ハイレベルから。明日はおばあちゃん家でランチです。あとなんだろう、なんか質問、カフェで働いてく、カフェで働いてる時にああいうまで言われないね、さすがに。基本ドイツ人しか来ないから、それ言われたらマジでちょっと引きます、怖いっす。あ、これは絶対に11月にドイツに旅行行くんだけど、おすすめの場所ある？もうハイデベルクしかないでしょ。あとベルリンも楽しいですよ。なんかあのドイツっていろんなこう文化があって、こうなんか伝統的なこういう古い街もあれば、ベルリンみたいにちょっとこうなんだろう、結構そうだね、いろんなアートが混ざって多文化な街っていうベルリンみたいな街もあるし、だからこう その2つのパターンを見に行くことは大事だと思う。ドイツのこういう古い街並みとベルリンみたいな新しい、こうあのまだ歴史も感じられるけど、新しいこうなんだろうな、こうテクノとかわかんないけど、なんかファッションとかアートとかすごいいっぱいあるから、そういうの絶対あの見ておくべきだと思います。なんだろう、ハイブレイクおすすめそう、
今ね、好きなドイツ料理、白アスパラの季節がね、始まるのかな、今から。そう、だから白アスパラかな。白アスパラめっちゃ美味しい。 Anyways っていう感じです。突然の引来でした。皆さん、そうですね、日本今年夏に行けたらな、コンサート見に行きたい、みんなと。Anyways、ではでは皆さん、おやすみなさいですね。遅いもんね。じゃあね。Love you guys. Happy Easter and Happy Saturday.